さあ出かけるか。三脚と何持っていけばいいのかな。ちょっとプラプラお外に出てカメラパサパサ撮ってくるか。新宿に廃墟ってないのかな。はい、こんばんは。入れないんだよね。まあ、新宿は入れないだろうな、廃墟あったとしてもね。そうだよな。そうだよね、そうなるよね。この辺もあるか。この辺もある廃墟。廃墟っていうか、なんかさ、住んでないような家みたいなさ。うん。なんかどうなってるか。ああ、あるね。わかんない。まあ、多分私有地だよね、ただのね、うん、誰も住んでない。あ、もったいないよね、こんな高級住宅街で、うん、屋上とかも東京はびっくりするぐらい厳しいよ。あの超高層ビルあるけどヘリポートとかだからね。ヘリポート入れないよね、なかなか。カメラ三脚持ってこうかな、どうしようかな。CD っていう曲。西新宿に廃墟村ってあんの？検索してどの辺？この辺だったよ。西新宿ってだって狭いよ。いや、この辺じゃないの？何廃墟村って。何その情報。行こうよ。何廃墟村、どこにあんの。てか俺の家の周りのことなんじゃないのそれ。多分そうでしょ。廃墟村だから今話してるやつじゃないの。廃墟村、出かけてくるよ、のんちゃん。はい、みんな行くぞ。どこにあんの。行ってきます。西新宿5丁目だよ、俺の家。いや、だから歩いて1分でしょ。だから俺らが言ってるところだと思うよ。どこにあんだろう。え、それナビれる？あ、自転車邪魔だな。選んで。自転車いらねえ。あ、カメラ荷物多いのが欠点だな。西新宿8丁目にもあんの。どこなんだ。俺が今西新宿5丁目なんだけど、ナビれる。ナビれる。西新宿4丁目ってどの辺だろう。行く？4丁目ナビゲートできる？4丁目？4丁目ってどこだ。ていうか俺の家の周りのことじゃないの。俺西新宿5丁目だよ。5-19-7だよ。多分家から歩いて1分でしょ。行こうよ。西新宿4丁目。ていうかなんでコメントないの。どこだろう。
だからそこでしょ。多分この辺のことだと思うんだよね。家賃6万多分この辺のことでしょ。いや多分いつも通ってるこの前通ったこの辺のこと、あれこの辺のことでしょ多分。これじゃないの。看板見てみよう。多分これのこととかじゃないの。これボロボロの家いっぱいあるんだ。新宿5か、ここ 4?5 丁目だな。4丁目どの辺だろう。ホテルニューコトブキ、こんなのいっぱいあるよ。5丁目じゃない、ここは5丁目か。え、4丁目ってどうやって行くんだろう。誰かナビれないかな。ここは5丁目ですね。新宿、西新宿5って書いてある。この区画じゃないな。いいや、撮りたいもんあるからそっち側行こうか。十二社近くの通りの近く、十二社通り、まあ行ってみるか。十二社通りってどこだ。どこ。俺通りの名前覚えらんないんだよね、アスペだから。十二社通り向かい側かな。散歩すっか。十二社通りってどれだ。モーヤンカレーの通り。え、モーヤンカレーの方に行けばいいんですか。じゃあ逆だ。え、あんなところ廃墟になってないよ。新宿駅の近く、どこだ。とりあえずじゃあモーヤンカレーに行くか。まあ確かにあの辺中入ってねえな。モーヤンカレーの前行くよ。え、モーヤンカレーからナビゲート誰かできる。そう、廃墟村。モーヤンカレーからナビできます。廃墟村を。廃墟村どころか高級住宅街じゃねえな、あの辺。中央公園から十二社通りを挟んだ向かい。ごめん、何言ってるか全然わかんないわ。どういうこと。
や、モーヤンカレーから誰かググれる？今モーヤンカレーつか、どこ？これが十二社通りだよ、これが。どこに廃墟あんの？本付きあたりが十二社通りだよ。まだ5丁目だな。熊野神社わかります、わかります。熊野神社昨日行ったんで。中央公園にある神社ですよね。じゃあ中央公園の方行きますよ。はい、ネギっ子いらっしゃい。そこが中央公園ですよ、熊野神社ですよ。熊野神社の向かいってこと？今ね、中央公園寝れない。ここがその中央公園の交差点。どうするいいんだろう。熊野公園の向かいに行くってことは、その今直進する方だよ。そんなところに廃墟なんかあんの？じゃあ探索するか。アイテムありがとう。左手が熊野神社、そう。交差点の向こう側が熊野神社。まっすぐ行って左。方南通りと、なんだろう。方南通りとの交差点。バカありがとう。要はここを左、右に曲がったらってことだよね。曲がってみるか。廃墟。廃墟ってなんだ。じゃないの。入りますよ、右。直進？外山ビルを右折。外山ビルってどれだろう。外山ビル。外山ビル。今ね、パルク西新宿。ああ、4丁目だ。4丁目っすね。パルク西新宿。めちゃめちゃいい感じだな。うわぁ、なんか雰囲気あるな。ほんほんほん。でも取り壊されたんじゃないのこれ。雰囲気はあるね。ここだ。
でもね、ちょっとね、もう改築されてるね。今の一角だね。もう綺麗になっちゃってる。ダメだ、あと住宅街だ。なるほどね。村、昔そうだったんだろうね。昔そうだったんだよ。今はもう綺麗になってるね。ダメだ、弱い。だってこんなビル建ってんだもん。昔怖かった面影みたいな、要は丘になってるから高低差があってちょっと弱いな。探そう他を。どっかねえかな。難しいよね、いいポジション探すのね。結構近所にも意外といいのが埋もれてたりすることあるからな。プラプラ歩こう。汗が半端なく出るな。これ何なんだ。病院だ。でっかい病院あんだ。路地に入ってこう。暑いよ今日は。湿度が半端じゃない。この辺入ってみようか。細い路地、これ入ってみない。今日はやばいね東京。これいい感じじゃない。ちょっと待って、広角レンズつけるわ。これ入ってみようよ。はい、こんばんは。どういう絵？いやだから、ああセミ探してるんだよ、いい絵を。ああ、まあここの路地かっこいいな。ここの路地かっこいいな。細くていいな。これ細い路地いいね。あ、ここいいじゃん。いいねここ。ちょっとこっちが明るくなっちゃうけど、こういう感じで見たらオレンジ色に焚いてあってかっこいいよ。ここいいんじゃないかな。ここに女の子ちょこんって座らせたら可愛く撮れるよ。
今日俺が狙ってるところ行ってもいい？前からねここで撮影したかったって思ってるところがあるんだけど、そこに向かってもいい？結構歩くけどちょっと遠いよ。なんだこれ、どこにぶつかってんだ。あーここにぶつかるんだ。はい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 、なんだこれ、迷路じゃん。ちょっと探検しましょう皆さん、路地裏探検隊で。前から撮りたかった場所行くわ。ああここを抜けられるんだ、こういう感じで。見る。じゃあ今日前から俺が撮りたかった、まあ中くらい、まあここ撮ってみたらどんな絵になるんだろうっていうところで撮ろう。ねどこだったかな。あここに抜けるんだ。ちょっと歩きますよ。難しいよな、高台に出ないと面白くないよな。車の通り多いから結構いい感じの絵が撮れるかもしれないですね。まあ、イルミネーションとかになっちゃうんだよな。でもね、なんか田舎の方に住んでたらさ、そういうイルミネーションとかすごい綺麗、東京写真スポットいっぱいあっていいなと思うけど、なんか都会に住んでるとね微妙なんだよ。なんかもう見慣れた風景だから、山とか自然とかの方がなんかかっこいいと思っちゃうんだよね。沖縄に行きたいよ、沖縄に。だからちょっとどれくらい先だったかな。暑い。どういう写真になるのかちょっとわからないけど、ここは多分誰も撮ってないだろうなっていうようなポジションがあったんですよ。いや撮ってみないとわかんないね、経験が少ないから。シャッター切ってみないとわかんない、こればっかりは。まあいい絵が撮れたらいいですね。一枚でもいいからいい絵が撮りたいね。汗止まんねえな、暑い。あでもねここ登ってったらね都庁が見えるからいいかもしんない。ほら都庁見えてるでしょ。この先になんかかっこいいものあるかもね。やっぱね高台からビルを撮りたいっすね。北新宿にねビルが取れるところあるんだけど、私有地だから入れないんだよね。前住んでた屋上とか最高なんだけどな。うわ超かっこいいじゃん、ほらビルが、都庁がまっすぐ影になってる。あこれいいな、都庁が奥にあって。やっぱここ登ってったら都庁がいいかもしんない。
今日はね、多分ね、撮るの東京ならではな感じになると思うんだよね。暑い、汗が止まんねえ。ほら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 、いいよいいよいいよ、ほらほら、うん、ここ丘になってるから都庁がかっこいいね。いいな、暑い。場所どこだったっけな、ちょっと待ってね、もうちょい先だったかな。暑い、汗が止まんねえ、うずえ、びちゃびちゃだよ汗。なんだ今日ミストサウナだよ、ミストサウナ。しかもクソ暑いわけじゃなくて低温サウナみたいにじわじわくるね、岩盤浴みたい。いやこれね、もう汗止まんない。これほんと水飲んでなかったら倒れるわ。でもね、両手が左手に三脚、右手にスマホだからさ、もう何も持ちたくないんだよね。なんか飲み物買った方がいいかな。飲み物買おうかな。あーでもうまく取れねえかもな。あそこから、あそこの高速入るところあんじゃん、あそこから道路取ろうと思ったんだけど、ちょっと行ってみましょう。行きます。ここ、この中央分離帯からまっすぐこっち側取ったらどうかなと思ったの。どうかな、いや微妙微妙、やめよう、ここじゃない、これダメだ、失敗だな。ポカリ飲もうか、汗が止まんねなんか缶ジュース買おうか、どっかで。あ、赤外線もあんだ、夜。あっつ、ちょっと手ぶれごめんね、もう汗が目に入って。もっと先だ、もっと先だな。いやー、これはいい運動だ。捨て頃から全く運動してねえかんな。これはいい汗かいてるよ。
こことかさ、この中高架下この中とかフェンスがあるから入れないな。こことか撮りたいんだよ。この高速の高架下フェンスが入ってるね。悔しいな。この中だったら結構かっこよく照明焚いたら絵になるんだよ。そこ、あ、向こうから奥に撮ったらすごくいい。残念だな。入れないか。ここ入れたら最高なんだけどね。入り口ないかな。あ、ダメだ、フェンスが閉じてるわ。ダメだ、フェンスに囲まれてるな。ダメだダメだ。入ったね。なかなか無理だな。だからね、ちょっと難しいんだよ写真って。いいような一枚撮るの。もうちょい歩いてみっか。探してみるか。要は人が行かないところじゃないといい絵が撮れないから。ありきたりな写真撮りたくねえからさ。やっぱバイクか車欲しくなるね。車が、やべえ、雪なしパフェだって美味しそう。ここここ、このフェンスの中で撮りたかったの。ダメだ、フェンスが入ってるわ。悔しいな。マジか。あれ中野坂上の方だったかな。俺逆走してるかもしんねえ。中野坂上の方かもしんねえわ。あ、ジーパン汗でびっちゃびちゃだな。最悪。あ、ダメだ、フェンスで阻まれてるわ。あ、あるじゃん。入れる入れる、いける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 。行こう行こう行こう、中に入ろう。今行くよ。みんな入れんじゃん。はあ、はあ、ああ、ここどうよ。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないの、いいんじゃないかな。いいじゃん。あったあった。うん、でもなんか弱いな。なんか弱いな。高架下なんだけど、ちょっと別に大した絵は撮れないな。やっぱダメだね。そこにちょこんと座ってたらかっこいいのかもしんないけど、微妙、微妙、やめよう。なんだよ、ここだ、ここ。ここだよ。あ、悔しいな。汗ダックダクだよ。悔しい。ロケハン失敗だよ。どうする、ぐるっと回って歩いて帰る。なんだこんなもんか。ダメだね。
いや、めっちゃ汗かいてるよ。めちゃくちゃ暑い今日。六六さんいらっしゃい。ちょっと残念だな、ここまで歩いてなんか大した絵が撮れないって、なんかちょっとやだね。あつ、これどうなのかな、これ天井上、そこ撮ってみる。この上の部分、あの上の部分綺麗に撮るにはどうすればいいんだろうな。あのでここの上の部分はいいかもしれないね。探そうか、スポット。都庁がライトアップされてないんだよね、今の時間。うん、これをちょっと撮ってみようか、今。ちょ、電線が張り巡らされてっかんな。高架下だね。いいスポット。微妙だな。引きで撮ったらかっこいいんだけど、電柱が入ってっかんな。ちょっと微妙っすね。次行きましょう。ちょっと微妙。あれ、よくフリーメイソンのシンボルとか言われてるよね、このビル。電線は邪魔だね、本当に。これ有名だよね、三角形のピラミッド。フリーメイソンのシンボルマークとか言われてる。都庁、こんな感じよ、ライトアップ。あれが都庁。あれが都庁だね、あれ、これが。だから見る角度から見たら風景変わるよね、やっぱ。さっきは正面から下から煽って見えてたけど、ライトアップされてなかったらやっぱ寂しいね、ちょっとね。暑い、ダメだな、やっぱ今日乗ってないな。雲真っ白だしな。そうデザインやっぱ海外とかね、ゴールデンゲートブリッジとか街並み見てみたらね、景観をすごい、守ってるんだよ、土地が広いから。日本はね、やっぱサイバーパンクっていうか、そのごちゃごちゃしたかっこよさなんだよね。そう、詰め込みまくったっていうか、無理やり作ったっていう。だから香港とかもそうでしょ。だから、あー、いいとこ見つけた、ここいいんじゃない、この通りすげえかっこいいじゃん、これ1枚撮ろうかな。ちょっと微妙かな、どうなんだろう。ちょっと微妙かな、難しい。どっかいいとこねえかな。面白いっすよ、写真は。なんかその肉眼で見てるのと写真映えするのはまた別なんですよ。だからそこっすよね、写真向きの構図を探さないといけないから。汗がすごい、止まんないよ。これさ、ただの散歩だよ。
なんか一個大発見したいな。うわ、何これすごい。何これ。アート作品だ。暗黒の翼だって。すごいね、これ羽が高くぶわーって、いい作品だな。小早川龍太さん、適当に撮って老元像、今日老元像いじれないので外出てるんで、あのネットが復活するまで老元像できないですね。ゴールデン街大好きっすよ。あれはあのアルファさんと行こうと思ってる。ゴールデン街はいいっすよね。朝方だったらとやかく言われないかもしれないですね。朝方とか真っ昼間の歌舞伎なんか誰もいないんで、あそこ昼間ゴールデン街行ってみますか今度。どうしよう、ちょっと今日は失敗だな。巡視者通りに戻りました。歩いて帰りましょう。いやー、まあまあね、どうなんだろう、街がかっこいい、僕は嫌いっすけど東京、うん、巡視者通りに戻ったね。今日はダメだ、深く一回もシャッター切らない。これは本来ね、カメラやる人だったら絶対ダメだと思うんだけど。え？何？え？原付捕まったわ。車線か、左走ってねえからだ。ピザ屋が捕まった。警官の勘違いだった。暑い。で、ナンバーがあの特殊ナンバーだったんだけど白に見えたって。ていうかさ、警官ライト焚いてなかったんだけど、ヘッドライト。そっちの方がまずくねえか。パトカーヘッドライト焚いてなくて走ってたんだけど、そんなことあんの？お前がヘッドライト焚いてねえからナンバーの色見えてなかったんだろ。おめえが違法だろ。今日はいい運動になったと思って諦めるしかねえな。でもまあカメラのいいところ、外出るようになったな。デブ症だったのに。
ーなんか悔しいな。なんかいいとこないかな、どっか絵になるところ。すげー悔しいんだけど。なんかねえかな。なんかね、1枚ぐらい撮りたいよね。シャッター切りたいよね。天気悪いしな。なんかお茶引いて帰るってダセえな。このまま帰りたくねえな。せっかく外出たのに。花園神社大仏ね、歩いてまた30分20分ぐらいかな。中央公園でタバコでも吸おうかな。タバコ吸おう。いやマジで悔しさしかねえな。悔しいわ。フワチャリありがとう。アイテムありがとう。騒がしい街だな、本当に。誰もいないバスケットとコートとか撮る。誰もいないバスケットコート。へへ、いいよとか。あ、誰もいないどころかね、練習してるわバスケットコートで。いるわ人。ここなんかね、夜都庁ここから撮るのがいいんじゃない。綺麗な時はバーンってね、目の前。ここは前から都庁前回撮ったね。
こんな感じで見えるんだよ、橋の上から。下から煽って撮ったらかっこいいんじゃないかな。ここがまあ一番綺麗に都庁が見えるところじゃないかな。これ光ってたら相当かっこいいよ、うん、ここは僕が一番お気に入りの都庁を撮影するスポットですね。ここは一番おすすめの都庁です。僕が見た中で一番おすすめの都庁。ここで1枚撮ろうかな、バスケットコート。どうかな、バスケットコート撮る。誰もいないバスケットコート、どうかな。なんか寂しいバスケットコート撮る。そう、誰もいないバスケットコート撮るってめちゃめちゃ寂しいよな。どんだけお前ぼっちだよっていうね。1枚撮りますか、シャッター切りますか。じゃあ撮りますか。一番後ろから撮るか、この辺かな。よいしょ。なんか微妙。すげえ微妙。全然グッとこねえ。なんかちげえなあこれ。確かにひっどいなこれ。いやこれはね、もう今日寝れないわ。すげえムカつくこれ。
なんだこれ。あ、これはひどい。今日はこれはひどい。あー最悪。あ、今日はひどいな。調子悪いわ。最悪だわ。最悪。いや、これひどいね、今日は。あー、帰ろう。これはね、ダメだ。もう俺、すぐわかんのよ。乗ってる時はね、もうキャッキャキャッキャなんの。乗ってない時こんな感じなのよ。あ、もう、どっか行けませんみたいな。もう、他の場所行きませんみたいな。ダメだ、これ。話になんないよ。全然グッと来ないもん。なんか、興奮しない。萌えがないの、萌えが。行こう、もうダメだ。いや、あの、だから丸1日潰れるよ。1枚2枚の感動する写真のために丸1日潰れるよ。こうやって歩き回って車で、アルファさんの時は車で移動させてもらってるから楽なんだけど、もう車でブーンって。だから車も欲しいもんね。いや、だから写真一枚でいい、なんかそんな生きがんじゃねえとかすげえマウントされるとすげえ殺意湧くの。いや、みんながいいと、多分全部のフォトグラファーそうだと思うんだけど、みんながすごい綺麗っていう、たった一瞬って、実はものすごく膨大な時間かけて撮って、切り取ってる一枚の。もちろん、あの、ローからさ、現像するまで手こ入れ半端なく入れるだろうし。だからね、なんかその、作品作ってる人になんか敬意ねえんだこいつらっていうね、なんか殺意湧くんだ。そんなのカメラの性能がいいからだろうみたいな。じゃあ撮ってみろよって。だからてめえが撮ってから言えよって。熱い。撮れもしねえくせにさ。あれなんかいいよね。あそこのライトされてる。あそこいいよ。ほら、あそこのライティングされてるところなんか、ちょっと萌えが来るね。ここいいんじゃない？ここほら。なぜかあの花壇だけ、ライトアップされてるのは、下から伸びてる街灯がたまたま当たってるからなんだよ。ここいいんじゃない？ここいいんじゃない？ほら、偶然街灯があるの。偶然街灯が、地面から伸びてる街灯？下から。これいいんじゃないの？っていうか街灯撮るか。うわ、これいいんじゃない？これいいんじゃない？ほら、街灯がたまたま、街灯がほら、下から伸びてる街灯、おっと、危ない危ない、落ちるところだった。下から伸びてる街灯が目の前にある。あ、これ使えるんじゃないの？これどうやって撮る？どうやって撮る？っていうか、ここいいじゃん。ここいいじゃん。下、ここいいじゃん。ここいいんじゃない？ここいいんじゃない？ここ。ここいいんじゃない？あ、うまく、あ、どうしようか。この街灯もほら、かっこいいでしょ？あ、どうやって撮ろうか。いいんじゃない？ここ、今人いないし。どうやって撮る？どうやって撮る？ここだな。このポジションだ。このポジションだ。ちょっと待ってね。このポジションから。よいしょ。ここだな。いや、ここで、これでいい。これでいいんじゃないかな。ちょっと待って、準備するわ。
っと待って。あれ F は？なんで F5？ え、なんでこれ F が？え、なにこれ？え、なにこれ？なにこれ？壊れた？なんで F5 なんだ？あれ？あれ？ F が変わんなくなった。なんだこれ、バグかな。あれ、なんだ F が変わんないの、なんで。え、壊れた。え、なにこれ、なんで F が変わんないの。なんでなんで。え、ズームしてないよね。え、なにこれ、壊れた。え、F が変わんない、なんで。え、誰かわかる。 F が5で固定されるんだけど、なんで。え、え、誰かカメラ詳しい人いる？あれ、絞りが効かない。え、何これ。え、どういうこと。え、どうなってんだこれ。え、暗いところだったら F 値って変わん…え、絞り…え、なんだこれ。え、何これ。え、どうなってんだ。え、なんで壊れた。どういうこと。なんかおかしい。F が変わんない。モードはマニュアルだね。モードマニュアルだね。あれ、なんでだ。なにこれ。なんでだ。なにこれ。え、なにこれ。設定が変わったっぽい。え、全然効かないんだけど。なにこれ。え、どうして。なんでなんで。なんだこれ。え、なんだ、ピント。え、なにこれ。マニュアルになってますね。で、5で固定されちゃってますね。なんだろう、GS オートフォーカス。え、なんだ。え、どういうこと。ファインダーマニュアルでいいのかな。ん、あれ、電気切れた。あれ、え、何、つかないんだけど。え、え、何これ。え、なんで。え、何、カサって。え、ちょっと待って待って。え、つかない。は？え、なにこれ？え、なんで？え、なんでつかないの？え、なにこれ？なにこれ？壊れた。え、なにこれ？真っ暗なんだけど。は？は？なにこれ？え、どういうこと？あれ、中でついてんな。なんだこれ？ファインダーマニュアル、モニター。あ、ついたな。ファインダーじゃないな。え、F 値が変わんない。なんだろう。え、なんだこれ。レンズマウントの意味がわかんないな。レンズ外すってこと。え、何これ。もう一回つければいいの。いや、5だね。
なんだろう。フォ、あ、ごめん、俺が操作間違えてたわ。あ、直った。ごめん、いじるボタン間違えてた。テンパってたわ。これホワイトバランスがフラットな感じって目視でやるしかないのかな。人が通るな。結構じゃあ行きます。人が通るな。今撮ってる風景見ますか皆さん。まあ、僕が撮ったのはあれなんだろう。ずれるな。え、何これ。ボケるな。なんかすげえな。向かってな。今僕が撮ってる風景はこれです。いいでしょう。なんかムカつくな。今日乗ってねえな。今日乗ってないわ。でも絵になるでしょ。なんか違うんだよな。なんか今日ダメだ。帰ろう。今日はなんかひどい。ダメだ。今このショット撮ったんだけど、え？え？どうした？え？女の人が襲われてんのかと思ったわ。酔っ払いだ。酔っ払い。バカ女が酔っ払ってるだけだ。ダメだ。帰ろう。今日はダメ、ダメポ。もう無理ポ。バカ女が騒いでただけだよ。
昨日撮ったのはあれだね。帰ろ。いや今日はひどいな。今家からね、5分ぐらい。でも何時間歩いた？1時間半こんな暑い中歩いたからね、疲れたわ。今家から5分ですよ。新宿の中央公園ってところ、公園です。ふわちゃりありがとう。いや今日はねもう最悪。新宿はねミストサウナの中にいるみたい。多分湿度何パーだろうこれ。多分ねこれ湿度300パーぐらいあると思うよ。すっごいジメジメしてる。気温はそんな高くないんだけどちょっとやばいっすね。いやだいぶ歩いたな今日は。まあ風景撮るの難しいわ。いや涼しくなったらいいね。俺夏大嫌いなんだよ。夏が大嫌い。あんな風景もいいんじゃないかな。例えばさ、ああいうところいいんだよ。今見せるけど、ほらいいでしょ。あのコーンどかせばいい絵になるよ。いいでしょ。コーンどかすといい絵になるね。でもね、今日はもうやめるわ。もうなんか乗ってない。収穫ゼロ。電車小僧、俺あのねアイドルとか電車とか飛行機撮るのは大嫌いなんだよ。要はねあれってカメラが好きなんじゃなくてアイドルが好きだし電車が好きだし、だからねそっち側のオタクじゃないの。だから俺アニメオタクではあるけど誰々ちゃんが可愛いとか言ったこと一回もないでしょ。人生
せいで俺アイドル追っかけたこと一回もないの。だから AKB とかモームスとかもよくわかんないし、だからコスプレイヤー撮りたいとかもないのよ。だから俺はね、電車とか飛行機とか全く興味ない。だからそう、同じカメラ好きでもね、この前成田空港行ったんだけど、全く一回もシャッター切らなかったもん。もう終わったら声かけてくださいみたいな。ほんとね、なんかね、なんつうんだろう、撮りたい被写体が結構ね、なんか癖が強いっていうか、もう興味ないのはもうカメラ起動もしない。だからね、多分ね、その女の子撮るのでもなんか女の子を撮りたいとかじゃないんだよ。女の子は置物でしかないの、俺の中では。あくまでその素材としての女の子で、だから女の子がどうこうじゃないんだよ。人がどうこうじゃない。そう、景色の中の表現の一つなの、人は。だから萌えがないね。だからそういう意味では、だから女のケツ追っかけないのとかと似てるんだと思うよ。そこに関心がない。かっこいいとかがない。かっこいいものを撮りたい。電車なんか誰が撮ったって一緒なんだから。っていうか、その飛行機とか電車とかって誰がどう見ても同じなものじゃん。そのなんだろう、そこじゃないんだよな、なんか。だからそれよりもこういうものに惹かれるっていうか、この家の壁とか、青とこの青とさ、黒と茶色の壁とか、これ背景に使いたいなとかさ、今色がちゃんと映ってないけど、この壁いいねとかさ、なんて言えばいいんだろうな、難しいな、なんて言えばいいんだろう、なんで飛行機とか撮らない、鉄道とか興味ないんだろう、なんかそれ撮って何になるんだみたいな。いや俺もやってること一緒なんだけど、なんだろうな、楽しくないんだよ、ただ単に。ただ単に楽しくない。要は言うこと聞かないからだろうね。ほら、電車とかさ、飛行機って俺の言うこと聞かないじゃん。嫌いなんだろうね。うん、思い通りにできないって嫌な。
あれドンキホーテだね。あれドンキで売ってた。既製品、既製品。ドンキの布団コーナーに売ってたよ。でもあれ赤黒のカバーって結構あると思うよ。検索したら楽天とかアマゾンでも売ってると思うけど、これ既製品だよ。かっこいいよね。枕も全部一緒だったんだけど、もう入れ替えていったらあんなんだ。でもね、ベッドの下が真っ黒で、布団掛け布団が赤く、あのチェックで、で枕が赤だった。布団も一回洗いたいね。ダメだわ今日は。何もいいの撮れなかった。うん、はあ、見てた？見てた。ダメだ。ジュースある。オレンジジュース。はあ、いやなんか悔しいな今日、はあ。チアシード買ってきたよ、飲んじゃん。どっち飲みたいか決めて。ブルー、マンゴーとブルー、うん、どっちがいい？ミックスがブルーで、うん、マンゴーがどっちでもいいよ俺。ブルー。ブルー、はい。うわ、なんだこれ。ブツブツ。ブツブツはチアシードって言って一回流行ったやつだね。あのダイエット系なんか、なんか体にいいんじゃないの？わかんないけど。ケピー、マンゴー、マンゴーだね俺は。ケピー、これね300円ぐらいで買ったの初めて飲んだ時、うん、なんか珍しいと思って、うん、ダイソーでピン、なんかダイソーにいっぱい詰まってたから多分もう売れなくて在庫整理してんだろうね。もう300円ぐらいだったよスーパーで買った時。マンゴー、うん、まずい。これはまずいな。ミックスベリーか。うん、マンゴーだ。そっちの方がおいしい方飲めば、うん、飲んでごらん。どっちがおいしいか決めて、おいしい方飲めな。まずい方でもいいよ。まずくない？まずくない？おいしいよ。おいしい？どっちがいい？こっち。こっちがいい、うん、ありがとう、バーガーありがとう、うんうん、シャキシャキしてる。なんか、これ嫌いなんだよな。この種が流行ってて、これ水の中に入れるとこのプヨーってプヨプヨしたのが出てくるのよ、うん、種なのこれ。体にいいとか、なんか、なんだっけな、ば、なんつったっけ、流行ったんで一回。バジルか、バジル。いや、なんな、あれでしょ、なんか、なんでも体にいいっつったら売れんでしょ。うん。うん。一回流行ったよね、このつぶつぶね。バジルシードだ。はい、バズツ。
あー、いい写真撮れないの悔しいな。シンカリオン、 あれアニメなんじゃないんだ。エヴァのスピンオフでしょ。あれこれなんでこんなに土が溜まってる。触った？うん、うん、アバともコラボ？なんかいいのねえかな。エヴァ、うん、シンカリオンっていうアニメがあるんだ。電車ね、うん、取ってくるね、灰皿。はい、ありがとう。なんかさ、ダメだ今日食ってこなかった。どこどこがいいんだろうね。なんかね、要はね、うん、何が好きなんだろうな、今まで取ったもの。なんかね、自分でもまだね、具現、なんかこう、なんつうの、答えが出てないんだよね。でもなんとなく分かってきたの、その、撮りたいものと、撮りたくないものっつか。夜がいいの？昼間はね、あんまりグッと来ない。昼間って簡単なの、簡単に言うと。要はさ、光があるわけじゃん。太陽っていう一番のスポットライトが。だから、パサって撮ればいいんだよ。誰がどう見てもパサッと撮れや、綺麗に撮れるわけさ、昼間。だからそのなんつうんだろうね、誰もが撮れるものっていうのはさ、俺が撮る必要ないものじゃん。それはカメラの性能になっちゃうから、そこに関心なくて、なんて言えばいいんだろうね、なんて言えばいいんだろう。まだね、わかんないんだよね、自分でも。普段行かないようなところが好きなんだろうけど、うん、狭いところとか、うん、薄暗いところが好きなの。新宿を中から撮りたいんじゃなくて、新宿を外から撮りたいんだと思うの、多分。どうしたらいいんだろう。
だからさ、あの島中ホームズの屋上なんかさ、新宿がバーッと松が生えてくるのが見えるじゃん。カメラは完全に表現ですよ、完全にその例えばなんですけど、同じメーカーの同じ機種の全く同じものを渡して、同じロケ地で、はい自由に撮ってくださいって言ったら、多分全く別のものが出てきます。だから実際アルファさんと一緒に行って同じものを撮らないもん。全然構図が違う。だからどこにピント合わせてるのか、どこに視線を送ってるのかと全然違います。簡単に言ったら、みんな iPhone 持ってるわけですよ。みんな iPhone の性能なんて変わんないわけですよ。そんなに。でも SNS に上がってる iPhone の写真でも上手い人と下手な人いるじゃないですか。で、あれのなんつうんだろう、上位版というか、あれよりも綺麗に撮れるカメラでさらに勝負するっていうか。今日は悔しいですね。全く面白いもんが撮れなかった。そうだよね、毎日見てる街だもんね。グッと来なかったな。違う街に行けばいい。いや悔しいですね今日は。すっげえ悔しい。もっといいの撮れたんじゃねえかな。でもなんか昨日本屋に行ってすごいいいこと書いてあって、すっげえブスなモデルの照明写真みたいなまっすぐを撮っててね、のんちゃん、うん、でそこの本に書いてあった、そのポートフォリオの方はすごく綺麗に写ってたの、うん、でね、カメラマンっていうのはどんな人でも美しい角度と美しいそのく見える場所あるんだって。でそれを探すのがカメラマンの仕事だって書いてる、カメラマンの一文が書いてあって、で正面から見たらブスなのよその女の人は。だけどめちゃめちゃ綺麗に撮れてんの。だからすごいなとか思って、その人が持ってる一番いい角度、一番いい美しさを切り取るのがカメラマンの仕事だってその人は書いてたね。名言だよね。
ベストのその人が持ってるどっから見たらその人が美しく見えるのかっていうのを探してあげるっていう。だからさ、実はグラビアアイドルとかも全部同じ顔の角度だったりすんのよ、彼女たちって。あのパターンが多い子もいるの、本当に顔整っててどの角度も撮っても綺麗な子とかいるんだけど、意外と AKB がそうじゃん。 AKB ってさ、決められた角度からしか撮らないでしょ。で、あれって動画で見るとこいつしゃくれてねとかエラ張りすぎだろうとかいっぱいいるじゃん。 AKB ってまさに AKB だよね。そう、美人って言われてるのはどっから見ても美しい人だよ。なお、まあ俺みたいな、どっから見てもかっこいい、確かにつって いや、あのね、いや映画につながってるからね、これ。結局ダサいやつが何も考えないでね、10万円で iPhone で撮るのとね、こだわり抜いて1個のショットを撮る男との違いだよ。そう、10万円で iPhone で撮れるって言ってるやつはこれができないやつらだから、クソダセえ、クソダサいシーンしか撮れないのよ。エヴァンゲリオンのさ、ゼーレのシーンあるでしょ、怒りくん国が一つ傾くよとかさ、分かっておりますとかシーンあるじゃん。あれ結構ありえないんだよ。この脇からテーブルにこうやってる、この脇から撮ったりしてんの。撮ってるっつうのはその漫画だから書いてるなんだけど、実はあのアニメにもカメラワークっていうのがあるのね。だから庵野ってめちゃめちゃうまい、そういうところ。だから実写できるんだよ、あの人。この下から後ろ、この人ってこの人を喋り終わらせて正面から語ったとこっから撮ったりするの。だからこことここの会話の、重ねていくと作家性が出てくるの。あ、この人の絵ってもしかしてこれ監督あんのなんじゃないのとか。だからさ、今この台所もこうやって撮るのとこうやって撮るのさ、意味合いが変わるわけよ。多分普通の人だったら手洗うシーンってこうやって撮るかもしんないけど、こうやって撮ったりとか音で伝えるとかさ、こうやってやる映画のワンシーンで言ったらね、それがさ、その聞いてね、まあいいや、Wi-Fi 離れたからね。どういう映像でどう語るのかっていうので、もう伝わり方って変わるわけよ。伝わり方ってそれがそのセンスってやつなの。なんかわかんない、普通の人が見た時になんかわかんないけどかっこいいっていう。でかっこいいものは俺は正義だと思ってるから。でもかっこいいに俺は理屈があると思ってる派だから、かっこいいものに理由はないっていう派ではないのね。そのパターンがあって、そのパターンを見抜いた時自分のものになるんだよ。だからそれがオマージュとかさ、インスパイアって呼ばれてるものじゃん。要は誰かの影響を受けてるって。誰かの技術をどうパクるかだよね。この、そうだね、レンズが曇ってるのが気になる。
iPhone の画質がもうやだ、見れない自分が、美しくない。なんかもともと慣れてたからいいんだけど、一眼使ってからね、もう iPhone の絵の汚さがもう嫌だ。これで昔は高画質だ高画質だって騒いでたもんね。全然高画質でもなんでもないからね、こんなの。どこが高画質なんだみたいな。フレアもうぜえし、どこ行ってもフレアが、うん、こいつなんだよね原因が。一眼の良さっていうか、一眼の目になれるともうダメだね。どれ、どこなんだろう原因。スマホはね、スマホ、ほんとどこまで行ってもスマホ。すごい、さっきのジュース無果汁って書いてある。あ、あれで無果汁なんだ、うん、ファンタと同じなんだ。全然違うのは全然違うよやっぱり、うん、本当に全然違う。いや、ただ単に全然違う。まあそれでもすごいけどね、こんだけコンパクトにこれ、あー、どこんだけ拭いてもこんなフレアが出るからな、殺意湧くよね本当に。もうやだ。もうやだよ俺、このつぶつぶが、これ、このゴミが気になる、このゴミが、これが。広角のレンズ買おうかな。うん、いや、もう金かかるよ、本当に。金があったらもうどんどん買ってやろう。いや、傷じゃないの、わかんないけど。スマホはインスタントカメラの最上級、要はコンデジぐらいじゃん。コンデジをその機能を詰め込んだっていう。だからコンデジが売れなくなったっていうのはまさにそこだと思うよ。コンデジの代わりになっちゃったんだよ。要はカメラわからない人が手軽に綺麗なものを撮れるものっていう。あくまで手軽に綺麗なものが撮れるものだ。それ以上でもそれ以下もない。だからそんなアートでもなんでもない。要は美しさを追求したらそれ以上のものになるわけじゃん、必ず。だからまあレトルト食品のすげえうまいやつみたいな、だからセブンイレブンのさ、金のなんとかみたいな感じでしょ。金のカレーライスとかあるじゃん。スマホ、あの、インスタントでこれはすごいですねっていう。それだけだよ、ただ。それだけだね。だからインスタントでいい人たちにとやかく言われたくないってことよ。インスタントうめえじゃん、インスタントバカにしてんのか、インスタント食わねえのかよ、ごめんね。
どっか行ってくれるっていう今フレンチの話してるから。フレンチ食べたことないね。そうなの？いや、だからワタミ行けって話なんだよ、本当に。わかんねえやつが口出してくんじゃねえよみたいなさ、わかんねえやつにしゃしゃられんのが一番ムカつくんだよ。あ、ごめん、冷房弱めていいや。ありがとう。あ、俺ディスプレイの設定赤だから今変えようと思って、白に変えようと思ってさ。黒でもいいかな。そうそう、今黒くした。まさに今それをいじってたところなんだよね。ひゅっつって、かっこよく見えた。うん。明日何やろうかな。
明日日曜日か。ゴールデンウィークって今日から？知らない。ゴールデンウィークなんか一回も経験したことないもん。全然関係ない生活してるもん、うん、関係があったこと一回もないね。うん、おやすみ。カレンダーがないからわからないんだよ。うん、いいんだよ。それはあの人間様のルールだから。じゃあそろそろ2時間なんで枠取り直しますか。雑談枠やります。お疲れ様。